越柄木の壺に魅了されて陶芸の世界に入り、1968年、信楽山中に穴窯築窯、大徳寺の立花大喜老師との開講、そして師事し、わびさびの美を地道な歩みで追い求めている杉本貞光氏。現代作家の高麗茶碗写しには、作為が強すぎて見どころが華美に映ってしまう茶碗があります。本作者も現代作家の一人ですが、本茶碗は自然で美しく、景色として茶碗を引き立てております。それはやはり作者の師である大喜老師の薫陶の賜物といえましょう。